こんにちは。はい、業界33年不動産バカの頑固親父、アイナル不動産センターの矢吹匠です。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、値下げのタイミングということでお話させていただきます。まあ、売り出しを始めてですね、まあ、1ヶ月、なかなかお客さんが来ない、問い合わせもない、というとですね、値段がもしかすると高かったのかなと、まあ、そんなね、思いに、まあ、なりますよね。なかなか、問い合わせもないしね、まあ、これ案内も一つもないと、1ヶ月も過ぎたんだけどどうなってるのかなと、値段が高すぎたかなと、まあ、こういう思いに駆られるのは、まあ、普通だと思うんですね。でですね、その値下げのタイミングというのはね、この不動産バカの頑固親父もいつもですね、まあ、悩まされると言いますか、果たして価格だけなのかと、まだまだですね、まあ、その購入を検討しているね、お客様の目や耳にもうこの売り物件の情報が届いていないんじゃないかと、まあ、そういった考えもありますんでね、非常にその値下げをするタイミングというのは難しいんですね。まあ、今はですね、これ値下げを前提にお話しさせていただいてますけども、まあ、できればですね、まあ、値下げをしないと決めたらですね、もう3ヶ月間は値下げしないと、まあ、そういうスタンスでね、売却売り出し活動に入るというのも、これはこれで一つのですね、考え方でございます。まあ、戦略ですね。ただですね、まあ、どうしてもね、できるだけ早期に早くですね、売りたいと、まあ、本音はですね、もう売りに出したというお客様はですね、できるだけ早く売りたいというのは本音だと思うんですね。ですから、その、まあ、値下げの幅、それとこの時期ですね、これは非常に難しいんです。この件に関してはですね、例えばその不動産会社が、まあ、大手とかですね、小さいとか大きいとか、まあ、そういう問題では今度はないんですね。まあ、このあたりはね、事前にお話しさせていただきましたんで今日はお話ししませんけども、まあ、いずれにしてもこの下げ幅時期というのは大変難しいということですね。で、まあ、もうこれはね、例えばそのじゃあもう値下げしようと決めた場合ですね、小出し値下げをする方というか売り主さんいらっしゃるんですね。10万単位とか20万単位ですね。例えばこちらのにインパクトということでお話させていただきますけど、2150万円ので売りに出しました。まあ、一定期間過ぎたけどもなかなかね、問い合わせも少ないと、まあ、ほとんどないと、反応がないと。じゃあ2150万を2100万に値下げしようという、まあ、一つの決断をすると。あともう一つですね、2150万だけどももうこれはね、勝負だと、もう思い切ってやろうということで1980万のまで値下げしたと。まあ、このインパクトですね、このインパクト差は非常に大きいと思うんですね。例えばですね、2150万円と2100万円のこの50万円の差はですね、基本的には購入を検討しているお客様にとってはですね、大きな金額の差ではありませんね。2100万だったらば反応が増えるか、2150万だったら反応がないかと、もうほとんどそんなことはないと思うんですね。やはりですね、そのあたりをしっかり、まあ、頭に入れて値下げをするときは思い切った金額を値下げすると。でですね、まあ、時期でございます。まずはね、時期はまあ、売りに出してから1ヶ月間ぐらいはですね、まあ、インターネットは前回お話ししましたが 90% ぐらい今インターネットの反応でございます。 90% はリアルタイムですから、この価格に関しては敏感に反応すると思うんですね。インパクトのある価格はですよ。ただ
残り1割、10% ぐらいの方はですね、まあ、不動産情報誌だったり、あるいはチラシだったりですね、あるいは新聞折り込みだったり、まあ、そういったね、まあ、アナログな媒体ですね、そちらの方で、まあ、その情報収集を図ってるって方もいらっしゃいますんでね。ただアナログ媒体の場合はですね、広告を依頼してから原稿を作って、まだそれを構成してですね、それを印刷して皆さんの市場というかね、消費者の手元にその情報が届くまでにタイムラグがあるんですね。まあ少なくともですね、1ヶ月間ぐらいのタイムラグはありますから、そういったところをね、頭に入れますと、やはり1ヶ月間ぐらいは我慢すると。で、2ヶ月目、3ヶ月目ですね。このあたりは、やっぱり決断のし時ということになりますね。で、結局ですね、遡っていきますと、査定価格を出したと、査定が出ましたよと言ったときに、当然ですが、査定価格と売り出し価格を決めるわけですね。売り出し価格を決めるときにですね、こういったことも頭に入れて想定しながらですね、売り出し価格を決めていくと。で、売り出しにするにあたってはですね、場合によってはですね、値下げをする可能性がありますよと。値下げの希望者が出るかもしれませんと。まあ、ほとんどの方はね、安くならないかっていう方多いですからね、そういったこともまあどこのね、担当者もおそらくそういったお話をされると思います。ですからね、そのあたりはしっかりと査定価格が出た時に、その売り出し価格を決める時にですね、このあたりをしっかり打ち合わせしてですね、それである程度きちっとしたスタンスを決めて、それで売り出しに入ると、売り出しをスタートするということがポイントだと思いますね。はい、値下げのタイミングは大変難しいです。まあ、売り主さんとよく打ち合わせしてですね、そのあたりはその時期も、タイミングですね、見計らってやるときは思い切ったことをやるということになると思いますね。はい、今日は値下げのタイミングということでお話しさせていただきました。またお会いしましょう。ありがとうございました。